感謝の気持ちでいっぱいです。去年出させてもらって、なんだろう、高田氏は実はもう今日で5回目なんですね。私2年間しか来てないんですけど、それでタカフェスっていうのが結構自分の中ででかいイベントになってまして、で今年も出させてもらえて、でしかも本当ゲストで1時間も枠もらえたって、じゃあ1時間だったら本当バンド連れて行っちゃおうみたいな感じで、今回あのサポートで、私はいつも本当ソロなのでサポートで今回あの3人もついてきてくれて、でみんな楽しんでもらえたように表情からは受け取って、本当に本当に安心しました。本当にイベント私もやってたりして、みんなの苦労ちょっと分かります。みんなに意表しなきゃいけないとか、なんですかね、苦労の色を出さないようにしなきゃいけないとか、でもそういうのが本当に若いエネルギーでなんか全然やみなくて、すごいなんか逆にパワーをすっごいもらって、で土砂降りではあったけど、なんかそれが私たちバンドにとってすごくいい緊張感をもらって、あんまり自分たちのこと褒めないんですけど、いや今日はいいライブができたねって自分たちも言えて、でもそれは本当にみんなのエネルギーと自分を何ですかね、これに向けたみんなの情熱のおかげだと私すごい思います。倍以上のライブをこれからもやっていきたいと思いますので、また来年も呼んでいただけたらぜひお願いします。どうも本当にありがとうございます。